英衆山は、インドのビハール州のほぼ中央に位置する山。釈迦物が無料樹形や、ホッケ行を説いたとされる山として知られる。言語では、中国や日本では、太字は、よく表記されるもの。言語のグリドラあるいはギッチャとは、ハゲワシのことである。この山の形が、空に斜めに突き出すようになっており、しかも頂上部が、わずかに平らになっていて、ハゲワシの首から、 上の部分によく似た形をしているから、こう名付けられたと言われている。あるいは山上に、霊衆が多いために名付けられた、との説もある。和語では、和の美山とも言う。現在のラージギルの東方にあるセイラギリの南面の山腹にあり、北緯25度0部7秒を統計85度26分48秒。 北緯二2 5 0零一九四度統計八十五点四四六六七度二十五2零一九四八十五点四四六六七にある。現在はチャト山と呼ばれている。釈迦仏が在世した当時では、マガダ国の首都だったラージャガハの東北、ナイランジャナーの側にある小高い山である。この山は、長らくの間、場所も忘れられていたが、1九百三年一月、 数年後のインド広告局第3代目の長官、ジョーン・マーシャルの調査によって国際的に承認された。かつて、ビンビサーラ王も車を降りてその参道を登ったといい、王の要請により不殺性を設けられた。パーリ・オサベ、ユギョウギョウ、天村教、サンタナ教、並びに、アナタニャータは、シャクソンが、霊さ山におられたというエピソードになっている。 官無料受刑は、義社津山で説法をしていた釈尊が、説法を中断して遊兵されていた偉大家夫人の元に現れて説いたとされている。釈迦仏はこの山において多く説法をしたという記録があるため、法華行もこの地で説かれたという設定になったと考えられている。そのため、良前浄土、良前会などという語が派生した。一説に、釈迦仏がこの良禅山で、 ほっけ行を説いた期間は8年間とされ、その場所を金山堂ともいう。京都の霊山消防寺を本寺とした霊山派という自習の一派がかつて存在したほか、行基が創建した奈良県の霊山寺をはじめ、この山の名前を模した寺院が日本国内に多数存在する。ありがとうございます。